結局、真の力とやらを見ることもなかったか。残念だ。死ね。ちって、貴様何をする？邪魔をするな！もう少しでセルを倒せたんだぞ！こら、俺より目立つな！何としてでもミスターサタンを守ってください。彼は死なせてはいけない人なんです。助け出しなぞいらん。俺一人で十分なんだからな。あいつ何者だ。わざわざあんなのを助けるなんて人がいいやつだな。実力はあるようだな。当然だ。俺は世界ナンバーワンだぞ。貴様のトリックだぞ。俺には通用せん。くれおう、少しはマシな動きができるようだ。さあ、とどめだ！うるさい。おい、だだ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 。あ、よかった。生きてますね。じゃあ、いよいよ次は。なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！なんだって？どいつもこいつも俺の邪魔ばかりしやがって。なんだ、何が起きてるんだ。サタンがソラナを見つめるはずは。これはミラたちの仕業ですね。いきなり貴様からって、一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだ。Yeah!
戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白い。仕事聞いてなくなれ。オラもそう思う。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。おお、少しはマシな動きができるようだな。もう少し肩を食い止めてください。ハッタリばかりではなかった。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだった。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は
本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。僕は昔から怒って熱くなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。お父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしてもね、貴様を怒らせたくなった。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。ミスターパターンから感じた怪しいな。これでもう起き上がれないはず。今度は貴様たちの番。そんな、クソッサレー。セルジュニア、こいつも本来より強くなっているのか。お願いします。皆さんを守ってください。引きつけろ。恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ。絶対に勝てます。小さくとも私の子供たやっと怒りを返したようだ。早く進化を見せ、取り返しのつかんことに。ベジータやトランクスでやっと合格に達した。体力を失っている本人悟空もあるのだ。みんなすまねえ。こんなはずじゃなかった。やっと真の姿を見せた。これで面白くなってきたぞ。コハンさんが覚醒しましたが、何か様子がおかしいです。コハンさんの気はこんなまがまがしいものではありません。これは奴らミラたちの姿だ。え
身になるなよ小僧。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろう。倒せるさ。大きく出たな。大したやつだぜ貴様は。いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんた、しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギーを。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない。はあ、あんたはトランクス。なぜここに。俺たちは地球の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるために。そう、あんた違う歴史から来たの。サタンやゴハンさんの様子がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなことを。私たちの未来のための実験とでも言っておこうかしら。実験だって。ふざけるな。ふざけちゃいないわよ。失礼した。科学者が実験して何が悪いっていうの。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついたわ。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手は俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。がっかりさせる。強すぎる。こっちは二人がかりだって言うのに。言ったはずだ。がっかりさせるなって。この程度ならすぐに始末してしまえばよかった。いいぞ、なかなかのエネルギーだ。こいつ本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。
よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。まだ力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンボラン、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。俺はまた時の木からサポートしていただいた。よろしくお願いします。セル。死の淵から蘇ったことで、私はさらにパワーアップしてもらう。仕事聞いてなくなる。ハミハミハ。何がおかしい。気でも出た。僕ら。思い上がりで死んでしまったお父さんの叩きが打てて嬉しいんだ。この手で殺しやがった。今のやつどうしたんだ。急に様子が。ミナたちのせいでしょうか。ごはんさんのパワーが落ちているようです。ごはんさんを助けてセブンを倒してください。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。やったやった。どうやら助かったようだな。俺たちは